学校が荒れている時に、音楽の授業だったり、音楽の授業が一番荒れていて、五十嵐っていう若い女の先生で、もう全然言うこと聞かないですね。厳しくも言えないし、その女の先生は。で、音楽の授業なのに、もう突っ張り連中がうろうろして、音楽の授業なんないんです。そんな矢先に授業参観があったんですね。で、親たちが来るんですよ。で、大体、日中なので、お父さん方は会社行ってるから、お母さん方が多いんですね。そんな中に母親が来たんですよ、自分の母親が。で、例のごとくですね、もう授業になってないんですね。で、うちのクラスに学年一のその突っ張りで番長の古沢っていうのがいたんですが、で、その古沢は母親が学校の事務やってたって言いましたけど、小学校で学校の事務やってた時は、地元の小学校の卒業生でもあるんです。で、まだ小学生の時は可愛かったんですよ、古沢。でも中学校になってからもう筋金入りの突っ張りになっちゃって、もうシンナー数はすごいんですよ。だその古沢がうろうろしてる横に母親が近寄って、席に着いたらっていうふうに優しく言ったらしいんですよ。そしたら、うるせえなみたいな口答えをしたらしいんですね。そしたらうちの母親はブチ切れちゃって、うるさいとは何事ですかみたいな、大声。したらもう周りの先生も父兄たちもから生徒たちもみんな凍りついちゃって、でその古沢も罰が悪くなって、うるせえなとか言いながら教室から出てったんですよ。そしたらもうその時以来、北山の母親、古沢を一喝したぞみたいな。そういう、そういう話題でずっと持ちきりになって、1ヶ月ぐらいずっと言われてましたね、自分も。そういうことありました。で、そういうことがあってから、高校の先生なんですけど、高校の先生が生徒に詩を書かす授業があって、で、自分がその時の古沢のことを一喝した母親のことを母が叫ぶっていう題名で詩を作って、みんなの前で発表したことがあったんです。で、その時に古沢もあの教室にいたんですね。で、その詩の解説をその高校の先生がやってくれて、で、この時の北山君のお母さんはどういう気持ちで、ね、叫んだんだろうねみたいなことを高校の先生言ってくれたんですよ。きっと古沢君のことを本当に心配で言ったんでしょうねみたいなことを高校の先生が言ってくれたんです。で、そしたら授業終わった後、その古沢が自分のとこ来てですね、お母さんに悪いことしたねっていうふうに言ってくれたんですよ。そういうエピソードですね。それは一生忘れないですね、自分は。その心の先生も素晴らしかったと思います。そういう、なんか、なんていうのかな、血の通い合うなんか教育現場っていうのがやっぱり今少ないような気がして、だからそういう寂しさはちょっと感じますね、最近。で、母親のエピソードはこんな感じでした。ありがとうございます。キャット、および立ちでよろしくお願いおし願いしまます。す。お願いします。